幼稚園児から高校生までの県内の多くの年代で、肥満傾向にある子どもの割合が全国より高いことが分かりましたこれは昨年度の文部科学省の学校保健統計調査で分かりました調査によりますと、標準体重を2割以上を超える肥満傾向時の割合は、男子の高校1、2年、 女子の小学1年を除く全ての学年で全国平均を上回りました中でも女子は肥満傾向時の割合が小学3年で全国1位小学5年と6年も全国2位などと特に高くなりましたまた平均体重についても男子の高校2年を除く全ての学年で全国平均を超えています 県教育委員会によりますと宮城は成人のメタボリックシンドロームの割合が高く子どもの食生活や運動習慣に影響していると見られるということです県教育委員会は食べ過ぎの防止や適度な運動など子どもたちの生活を見直すよう呼びかけています